旗新旅客専用線は中華人民共和国の高速鉄道路線の一つで、河北省新高等市の新高等駅を起点に、両名省協城市、小足島市、近州市、ダイヤス、県、両中県を経由し、新洋市の新洋機待域に至る路線長 404.65km の鉄道路線である。電化方式は交流 25kV50Hz である。 旗新旅客専用線は1999年8月16日に全面着工され150億人民元を費やし2003年10月12日に正式に開業した。当時中国国内では最先端の鉄道路線であった。全線の設計最高速度は時速 250km である。軌道構造は大半がバラスト軌道となっている。 2006年12月31日より、京光線の一部に編入された。山海間駅から水中北駅の間では、時速 300km への速度向上試験に対応している。2002年にこの区間で、中国国鉄 DJJ2 型電車が当時中国での、鉄輪式鉄道での最高速度である時速 320km を記録している。 旗新旅客専用線は旅客専用の高速路線として駅間が長く取られており全線で10カ所の駅が設定されている平均駅間は 40km でまた分岐器により制限速度が異なっている2009年現在 CRH 型車両によって平均速度時速 197km で営業運転が行われている信号法案方式は 車内信号式である TEVM-430 を採用している。2011年8月28日のダイヤ改正で中国の多くの他の高速鉄道と同時に営業列車の最高速度が時速 250km から時速 200km へと下げられた。鉄道部近々全国で新ダイヤ実施ありがとうございます。